草海 .com の掲示板にいただいたご質問にお答えします。シューティングのハイキャパのおすすめはということでね、こんにちは、マックさん、いつも動画見ています。スティールチャレンジ用ですと、ハイキャパ 5.1 シリーズの中だと何を買うのが良いんでしょうか。迷っていますので、マックさんの意見をお伺いしたいです。どうかよろしくお願いしますというのをいただきました。ありがとうございます。で、お答えしたのがね、迷ったら 5.1 でいいと思います。フロンティアマウントやカイデックスオールスターで合わないものがあったりするし、どっちにせよカスタムするので安い方がいいかも。でもゴールドマッチのようにカスタムされたもので自分に合ったものがあればそれでいいと思いますっていうふうにお答えしました。でも私とかそうですね、5.1 ベースでやっているんですが、カスタムゴールドマッチとかもいいんですけど、例えばホビーショップフロンティアさんの発売しているスコープマウントってあるんですよね。 5.1 だったら無改造でつけれるマウントがあるんですけど、それってね 5.1 しかダメなんですよね。それ無加工でつけれて、しかもサファリランドのレース用ホルスターに使えるんでとてもおすすめなんですけど、ゴールドマッチ買っちゃうとダメなんですよね。ただゴールドマッチね、あらかじめフロントサイドに就航アクリルとかついていて、それ単体でもねオープンサイドで使うんだったらとても使いやすいので、もし気に入った感じのねセットアップであれば結果的にはね安い買い物になるので、それもいいかなと思います。でも何もなしで何がいいですかって言ったら、ベーシックなもので十分かなと思います。どちらにしてもね、後々変えていくことになるかもしれないんでね、とりあえずはベーシックなものでいいかなと思います。というわけでシューティング用のハイキャパのねおすすめについてお答えしてみました。最後までご視聴いただいてありがとうございます。